ッチャンがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。レッツストーリー。林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け出す作戦を聞かされた。八百万さんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それを辿って助けに行くっていう作戦だ。でも飯田君は作戦に強く反対していた。なんで、よりにもよって君たちなんだ。飯田君、違うんだよ。僕らだってルールを破っていいなんて。なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。あんまりじゃないか。レディークラッシュ。速攻で行く。俺だって悔しいさ、心配さ、当然さ。俺は学級委員長だ。クラスメートを心配するんだ。爆豪君だけじゃない。行け、届け挽回。君の怪我を見て行け、届け。君たちが暴走した挙句、兄のように取り返しのつかない事態になったら、僕の心配はどうでもいいって言うのか。僕の気持ちをどうでもいいって言うのか。殿下、まだだ。行けて。僕にできることを。こちらから大胆にゲリート殿下。まだだ、行け。届くぞ。挽回ひねりながら俺は。そこだ。貴様なお、おっ、ウィー。やるしかないんだ。エクセレント。ニューストーリーズ。いいだ、俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。戦闘なしで助け出す。要は隠密行動。それが俺ら卵のできるルールにギリ触れねえ戦い方だろ。私は轟さんを信頼していますが、万が一を考え、私がストッパーとなれるよう同行するつもりで参りました。僕も自分でもわからないんだ。手が届くと言われて、いても立ってもいられなくなって助けたいと思っちゃうんだ。ならば、俺も連れて行け。民間合宿で捕まった俺は、わけわかんねえバーみたいな場所に拘束されていた。そこで気色悪いクソカス連合どもに囲まれ、ある要求を聞かされた。俺たちヴィラン側につけ。なるほどな、そういうことなら俺。おい、拘束を外すのか。暴れるぞこいつ。いいんだよ、対等に扱わなきゃ。スカウトだもの。それにこの状況で暴れて勝てるかどうかわからないような男じゃないだろ、UAS。 だ
黙って聞いてらだらったらよ、バカは要約できねえから話が長え。レディークラッシュ。よく裏へ話した。要は嫌がらせしてえから仲間になってくださいだろ。無駄だよ。俺はオールマイトが勝つ姿に憧れた。誰が何言ってこようが、そこはもう曲がらねえ。何だそういうこった。クソカス連合強敵だよ。勝ってよすぎだろ。やばい。衝撃で消せるか。置いてんじゃねえ。立ってろ。やることは変わんねえ。くたばれ。当然爆殺だ。消せるか。はじっけろ。はじっけろ。飛んでんじゃねえ。チートか。ボツ個性どもが。アメージング。ニューストーリーズ。手を出すなよ。こいつは大切な駒だ。できれば少し耳を傾けて欲しかったな。君とは分かり合えると思ってた。ねえ。仕方がない。先生、力を貸せ。いい判断だよ、死柄木弔。待たせたな、爆豪少年。レッツストーリー。先生、てめえがボスじゃねえのかよ、しらけんな。黒霧、コンプレス、また眠らせてしまっておけ。ここまで人の話聞かねえと逆に感心するぜ。聞いてほしけりゃ土下座して死ね。どうも、ピザ屋神の店です。もう逃げられんぞ。やめんか。なぜって、我々が来た。レディークラッシュ。私から行くぞ。かくいろいろこねくり回してた。何でそっちから来てくれてんだよ、ラスボス。みんな怖かったろ。よく耐えた。ごめんな。もう大丈夫だ少年。来ないのかな。怖くねえよ、余裕だ。来た、息をつけていく。私が行くぞ。せれ、消してる。なおぜ。いかだだだ。いいね。するか、息をつけて。いいね。
オリジンを思い出せ。はあ、超本気人が。キラキ急ピッチで。平和の象徴は死ねんのだよ。アメイジング。ニューストーリー。全員抑えられた。簡単には逃げられない。仕方がない。俺たちだけじゃない。そりゃこっちもだ。黒霧、持ってこられるだけ持ってこい。ノームを。すみません、しがらき弔。所定の位置にあるはずのノームがない。あ、ノーム格納庫ならすでに制圧済みだ。貴様らはこのエンデバーをはじめ幾多のヒーロー、警察が包囲して追いたが過ぎたな。ここで終わりだ、死柄木弔。待たせた。突入作戦が開始。レッツストーリー。もう逃げられんぞ、ヴィラン連合。なぜって、我々が来た。早んなよ。おとなしくしといた方が身のためだぜ。避けないと死ぬぞ。しゃあな。アギル、来るな。どいてもらう。覚悟しろ。報酬。爆炎だ。ダメ。アギル。だ、マジじゃすまねえ。しゃあな。来るな。どいてもらう。覚悟しろ。アウィリア。はい。どいてもらう。ダメだよ。報酬。飛ばすぞ。フラッ、うだうだと。温度無用。どいてもらう。覚悟しろ。小さかしい。火力上げていくか。おら、殺すな。殺せな。うるせえな。ほいや。急ピッチで猛烈だぜ。なんと押しとん。バカのぬじい。ちくしょうが。押されるか。足止め。バックしろ。
うっとうしいな。どいてもらう。されるか。K.O. 気に入らねえ。時代は熱々よ。ヴィラン連合プレッツストーリー。やつは今どこにいる。死柄木、ふざけるな、うせろ、消えろ。お前が嫌いだ。古豪グラントリオ、エンデバーをはじめ手だれのヒーローたち、そして塚内君と警察のみんな、少ない情報と時間の中、みんなの協力でついにヴィラン連合を追い詰めた。だが死柄木が激高した瞬間、突如謎の黒い液体が現れた。黒い液体はヴィラン連合や爆豪少年を飲み込み、どこかへ連れ去ってしまった。さらに黒い液体から大量の脳無が現れ、我々の前に立ちはだかった。まさか、まさかこれは。爆豪少年、乗れ、私も連れて行け。そんな疑問が出る。さすがのトップも老眼が始まったか。いく
くならとっとと行くがいい。ああ、任せるで。喜べリスナー、かっちゃん救出に動いていたのか。レッツストーリー。飯田君を含めた僕たち5人は発信機が示したという神奈川県横浜市上の句に向かった。たどり着いた廃工場で僕たちが目にしたのは保管されているノームの姿だった。でもこの場所を突き止めて向かっていたのは僕たちだけではなかったんだ。プロヒーローたちも廃工場へ到着していたんだ。だけどその時あいつが現れて、せっかく戸村が自身で考え自分で導き始めたんだ。できれば邪魔はよしてほしかったな。振り向くことすら一瞬の出来事、何が起きたのか。それでもあの男の気迫は僕らに死を錯覚させた。あれがオールフォーワン。ようやく会えたな。5年前と同じ過ちは起こらん。ストーリー、ワープしてきたのか。いや、それよりも何かカッチャーを救う方法はないのかと探していた。その時あの人が来た。やはり来てるな。また僕を殺すか、オールマイト。全て返してもらうぞ、オールフォーワン。ずいぶん遅かったじゃないか。バーからここまで5キロ余り。僕がノームを送り優に30秒は経過しても驚いたね、オールマイト。邪魔だな。貴様こそ、なんだその工業地帯のようなマスクは。だいぶ無理してるんじゃないか。力を止めて。来ないのか。そらやるね。ずいぶんだね。行かせるかな。みんな楽しくしててくれ。イノシシかい。茶番だな。守る者のために。せーの、ゆっくり。うそ。貴様の未来は私が砕く。アメイジング。ニューストーリーズ。5年前と同じ過ちは犯さん。爆豪少年を取り返し、そして貴様は今度こそ刑務所にぶち込む。それがやることが多くて大変だな、お互いに。
はっ、オールマイト。俺がこの場にいるから。レッツストーリー。オールマイト。心配しなくてもあの程度じゃ死なないよ。だからここは逃げろ、トムラ。その子を連れて黒霧、みんなを逃がすんだ。先生は常に考えろ、トムラ。君はまだまだ成長できるんだ。来い。めんどくせえ。レディークラッシュ。食らえさせ。やんのか。爆豪少年、今行くぞ。させないさ。そのために僕がいる。やることは変わんねえ。くたばれ。だけだけだ。弾け。やるか。やるか。殺すぜ。勝て。打撃で。しまくんだ。許せるか。打撃でしまくんだ。許せるか。撃った。よくやるか。やつ。くねえぞ。やった。気に食わねえ。ゆっ。投げる。許せるか。やることは変わんねえ。認めろ。動いてんじゃねえ。オールマイトは現時点でカッちゃんを助ける。そのためにオールフォーワンを倒す。いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッちゃんだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいい。カッちゃんを助けられる隙があれば。とみんなあるんだよ。決して戦闘行為にはならない。僕らもこの場から去れる。それでもカッちゃんを助け出せる方法が。でも僕だと多分僕じゃ成功しない。だから桐島君、君が成功率を上げる鍵だ。俺が。まず僕と飯田君で推進力を。
そして金属君の効果で壁をぶち抜く。せや開けた瞬間、トドロキ君の氷結で道を形成。遥か上空から戦場を横断する。そしたら桐島君だ。かっちゃんと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。ダメだ。バカかよ。こんなにピンチ。星乗りのやつ。レッツストーリー。かっちゃんの救出に成功した僕たち。そこへヴィラン連合は追撃を仕掛けようとしていたが、間一髪のところでグラントリノが援護に駆けつけてくれたのだった。グラントリノ！こっちもあと二人終わらせる。レディークラッシュ！腰抜けめ！いい加減ムカつくな。削るかよっと。どいてもらう。おしゅスプラー。向かうに野村くん、終わりたくないです。おうぐるっ。逃がさえ。おしゅ飛ばすぞ。おしがりか。真上に削るかい。アクしろ。ほいよ。やっと削るかい。よっと乗って。いや、うん、うわと、はい、ぐるっと。よっと目障りだ。ほいよ。消せるか。どいてもらう。ほいぐるっ。どいてもらう。おしゅう。強すぎだね。おしゅう。チートか。ぐっ。ウィー。時代は熱々よ。アメージング。ニューストーリーズ。やられたな。一手で綺麗に形勢逆転だ。強制発動。さあ、いかがだ、トムラ。待て、ダメだ、先生。トムラ、君は戦い続けろ。